宣教官は、芝村藩の藩校。宣教官は、岐阜県岐阜県第一中学校の前身。宣教官は、岩月藩士の小玉なんかの私塾。以下に記す。宣教官、宣教官、前景宣教官は、武蔵区に埼玉郡岩月にあった私塾で、後に、岩月藩の藩校。岩月に過ぎたるものが二つある小玉なんかと時の金と、歌われた。宣教官の名は、 中国古典の司教の出自国、仙右京木に由来する。仙教館の変額は岩月藩第五代藩主、大岡忠政の実刑にあたる八田藩第三代藩主、加納久志誠が対処したものである。建物は武家屋敷を利用したものであり、木造平屋建て、かやぶき屋根、十五条と九条の教場が備えられている。完成十一年に、 岩月藩士の受学者小玉なんかが雫として選挙会を開き、1805年から1811年頃に岩月藩の藩校となり、金額書と改名。1814年に学者を修理し、1869年、明治維新によって廃止された。昭和14年に埼玉県の史跡に指定され、1956年に、 当時の所有者から土地と建物が岩月市に寄贈されたのを機に昭和の改修が行われる。そして1998年度から1999年度に史跡保存管理のためのデータ収集や保存管理計画を策定。建物の痛みが激しいため平成15年から平成17年にかけて全面解体修理を実施、地下の移行に影響が及ばないように修理工法を 検討、発掘調査や残された木材の加工跡などを検証、犯行当時の状態に近づけるために復元を行う。そして2006年5月1日、埼玉市立岩月郷土資料館の付属施設として、開館記念式典が行われ一般公開されている。ありがとうございます。